やあ皆さん、こんにちは。藤くんチャンネルへようこそ、藤くんでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、前回ね、結構割といろいろできることが増えて、地下洞窟に行くための探検セット。これ、こんな序盤からもらえたっけと思ったんですけど、もうこれ地下行けるようになっちゃいましたね。で、地下にはなんかいろんなポケモンがおったり、まあアイテムがもらえるようなところがあったりと。で、次に、で、その地下に、まさか V0 って、俺 V0 めっちゃ後半やろなと思ってたんやけど、V0 おったんで、実は僕ずっと捕まえたかったんですよね、V0。なので V0 も捕まえてきました。はい、新しい仲間も増え、ジムリーダー倒して居合切り使えるようになったとこで、自転車がないと進めないよっていうのが結構前あったと思うんですけど、それで自転車を取るために、自転車の店員さんが銀河のビルに行ってから帰ってこないと。なんで、ちょっと銀河団のビルを今から調べていきたいと思います。さあ、お前、知らないか？銀河団は世界はおるか？宇宙に羽ばたく集団。なるほど。ちょっと頭おかしいやつだな。ようこそ銀河団へ。金曜ポケモンくれるのかい？あげるわけねえだろ。帰りたまえ、帰。自転車の親父のように痛い目に合わせるぞ。やっぱここにいるみたいやな。で、この上の奴ら、絶対タックバトルになるな。やってこう。帰ってこい！わかってんねん、お前ら。BGM がノリがいいな。ちょっとやばい、クラブに来た気分だ。めっちゃいいじゃん BGM、 戦闘開始前のあの BGM でいいよ。ちょっとおい、構え方がダサいね、いちいちお前ら。しかも髪型おそろか、新しいな、その双子コーデは。行くぞ、もう飾るルクシオ。お前ら相性最高やん。まずは火炎車でケムスを燃やしまくりまして、ルクシオのスパークでズバッとの羽を消し取る。さようなら。はい、レベル13ってお前ジムリーダーとかのトレーナーより低いぞ。ジム攻略した後に出てくるんやから、もうちょっとレベル上げとけお前ら。準備が足りへんわ。はい、弱っ。まだ持ってんのかお前らポケモン。はい、出せ。ニャルマ、マイルド。どうしようかな、これ。どっちでどっち攻撃しよう。火炎車マイルドにしようか。で、スパークでニャルマ。いや、猫騙しだるい。いやー、だるい。それ普通にだるい。強い、ルクシオさん。効果抜群じゃないのに。防御力が上がった。なるほど。火炎車でもう一回だ。危ねえ、モーカゾルに噛みつくとこやった。いったれ。はい、防御アップ意味がなかったですね。だったらお前体当たりとかしとった方がよかったで。オッケー、いいね。はい、噛みついて。お前ら戦う、もうお前戦闘無視しよう。銀河団のビル経験値少ない割に時間だけかかるわお前ら。まあ、金起こせよ、せめて。邪魔されましたって。俺邪魔する気なかったけど、お前らが勝手に突っ込んできたんやん。お前らもまあまあお子様やろ。どう見ても大学生やん、その髪型はさ。大学で朝、うおー怖っ。ちょ、俺も授業受けたい。なんかある？授業受けれへん？受けれへんわ。これ話しかけたら絶対先頭になるから、ちょっとこそっと行こう。さよならー。いやーもうあれ絶対先頭になるやん。嫌なんやけど。これバレへん？バレへんよ、逃げへん？バレるな、バレるな。バレますよね、それ。ありがとう。わざわざ銀河団にポケモンくれた。お前にポケモンやるかい。だから、ダサいねんって、その顔見せた。3匹って、まあまあ多いな、持ってるポケモンが。またケムッソや、もう。もういいって、ケムッソは。お前ら、一緒のポケモンしか持ってないんか。その辺の草むらで捕まえたポケモンの方が強くなるぞ、多分。ちょっとケムスに失礼か。ごめんよ。せめて進化させたり進化な。めっちゃ余裕でしたよ。何してくれるのちゃうわ。お前から跳ねてきたんやん。俺何もする気なかったよ。こそこそ歩いてたやろうが、俺は。ああ！もう戦う気ながら、我々はボスが作り出す新しい世界のため、いろいろと動い、なんだいろいろっていろいろが気になるな。他にもいろんなことやってんのか。何やってんだ。おい、研究員、飯食え。俺よりこけとるぞ、それは。待て待て、まあまあ強いポケモン来たぞ。ユンゲラちょっと強いんじゃないか。待て待て、ワンパンでやられる。ワンチャンさ、一発でやられる、これ。変えよう。ルクシオ、君に決めた。マジで、サイコキネシスとかされたら一発で死にそう。
はい、噛みつこう。あぶねえ。これモーガーソルマジ一発やられてたで。やっぱ攻撃力高いな、ユンゲラ。いやいやわ。だが俺の攻撃の防御力が低いからな、お前は。一発や。経験値だけ起こしたまえ。よし、お前まあまあ強かったぞ。てかユンゲラって強いよな、マジで。序盤のユンゲラフーディンは最強だと思う。よし、行こう。あ、こいつちょっと話しかける前にちょっと調べよう、いろいろバレないようにな。こっそりこっそり。特になんもないんかい。まだお前も髪の毛変なんちゃう。サザエさんやん。サザエさんの横バージョンじゃなくて、サザエさんの髪の毛が横って言うならお前の髪の毛は縦や。さあ割り込むぜ。あれ、なんもならない。じゃあ帰ろう、おじいちゃん。シャリくれ。てかお前その腹巻きダサすぎるって。腹巻きつけてこんなビル来んな、お前。何したいね、お前は。お前も髪の毛なんか V やん。なんで銀河団の髪の毛みんな幹部は V の字なん。聞くまでもないよね、ポケモン取り返すのね。そうよ、分かってるわね、幹部のくせに。幹部だからこそか。さあ白帯シティにいる幹部は強いのでしょうか。だから髪の毛おかしいねん。スタイルはめっちゃいい。でもスタイルはめっちゃいいな。ジュピター、すごい。みんな宇宙みたいな名前やな。マーズにジュピターやもんな。セーラームーンみたいやな、マーズとジュピターって。次はムーンとか来るんじゃねえか。よし、火炎車や。はい、何やってくれる。あ、お前あれか、クール系キャラか。やってくれるみたいな、そっち系か。確かにクールっぽいもんな。だがお前もう負けたるよ。もうズバッとやっちゃったよ。あと1体でしょ。経験値少な。ジムリーダーの方が強いやん。スカタンク、スカタンクで毒悪か。モーガーソルでいいな。なんかさ、銀河団幹部のポケモン全員デブじゃね。なんか太ってるポケモンバーやぞ、お前ら。あら、そんなことなかった。こいつ何が弱点なんや。悪事、毒だけか。毒だけやったらジラーチよかったな。はい、聞きません。もうなんか下がったよ。まあ毒じゃないならいいわ。いや、ガクッと下がるのはちょっとだるい。火炎車で行こう。どうだ、やばい、ちょっとやばいかも。木の実持たしてる、偉いな、やっぱり。ちょ、俺も木の実持たした方がいいから。お、めっちゃ回復したな。お盆の実か。だるい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 。ちょっとまずいか。ちょっとまずいよね、これ多分。ポケモン変えよう。ルクシオ、君に決めた。まだ V0 は先導に出すのは早い気がする。頼む。バークアウト、やばい。これはちょっと回復するか。戦闘中に俺に傷薬を使わせるとはお前やるじゃねえか。ルクシオすまない、体力減ってる状態で戦闘させてしまったな、ごめんよ。めっちゃいろんな技覚えてんな、こいつ。怖っ。オッケーオッケー、モーカズルがやってくれた火傷のダメージが効いてるぞ、ありがとうよ。おい、スパーク、いったれ。よいしょ、強いな。また毒、だるすぎる。だるいなそれ、普通に。まずいか、これもしかして。え、どうしようこれ。いや、ルクショ、いけるだろ、いけるよお前なら。頼む。うわー、やばい。大丈夫だ、大丈夫か。耐えろ、お前なら耐えれる。ナイス、よし。
カーン一発ありがとう、6勝ナイス。カーン一発出たわ、ナイスぞ。よう勝った、よう粘った、お前の勝ちや。いや、ようやってくれた。お子様に、お前な、そう、お前はその油断のせいで俺に負けたんや。こっちの6勝体力あと3やったからな、危なかった。ふーん、強いのね。気づくのが遅かったな、もう遅いぜ。ポケモンゾー、え、ポケモンゾーの調査こんなとこで終わったの？こんなとこにあるの、ポケモンのゾー。なんかさっき伝説のポケモンがなんだらかんだらってお姉さんから聞いたけど、神話を調べ、伝説ポケモンの力で神話地方を支配する、そういうことか。この町を支配、ん、神話地方を支配しようとしてるのが銀河団の目的ってことか。それはちょっと、いや、逆らわさせていただきます。はい、ぜひ逆らわさせていただきます、そこは。いや、よかった、ピッピかわいいね、おじいちゃんのピッピ。あ、そういうこと、ピッピって宇宙から来た説あるんか。おお、やっぱり自転車をお礼でくれるパターンだな。ちょっと毒を回復してあげよう。ポケモンセンター行けば、あ、モモの実がちょうどある、食べるんだ。すまないな、辛い思いさせて。よし、ちょっとだけ気づくせいで回復しちゃってあげよう、かわいそうやから。すまないな、6章もすぐポケモンセンターに連れてってやるからな。おお、銀河団全員おらんなってる。わ、資料調べれへんのか、この資料みたいな。何気に BGM もなんか落ち着いた BGM に変わってるわ。ここはもう何もできへんのかな、クリアしてもうたら。さあ、こっちは、こっちとか特に何もないか、アイテムとかさ、なさそう、何もないわ。タラララー、あ、待って、隠し通路みたいなのあるじゃん、ほら。え、なんか怪しくね、なんだこれ。あ、ポケモンゾーディアルがおる。あれが時間を司ると言われるディアルが。先にポケモン生態って回復してあげよう。いやー、頑張ってくれてありがとう、銀河団からな。チャリのおじいちゃん取り返せれてよかったよ、みんなのおかげや、ありがとうな。ゆっくり休んでくれ。よし、ちょっとポケモン像が気になっている。チャリアも行かなあかんけどな、ポケモン像もちょっと見てみたい。この家は何、この家もなんかちょっとあからさまよな、ちょっと気になる。お、なお店、漢方屋、そんなんの、え、すご。え、復活そう、強っ。漢方屋めっちゃお得やん、すごっ、すごいねこれ。あ、これあれか、夏気度下がるんじゃない、その代わりに。いや、そんな気がするな。まあでも強いからね、もっとで損はないな。さあ、ゾウは大昔にいたポケモンなんだって、かっこいいね。大昔にいたポケモン、生み出されしディア、あー、ディアルガのルが消えてるんか。私たちに時間を与える、笑っていても涙を流していても同じ時間が流れ、それはディアルガのおかげだ。なるほど、そっか、今俺たちがこの時間を生きていられるのはディアルガのおかげだったんやな。やばい、チャリアに行く前にいろんなとこ行ってみたいと思ってしまう。ここは何、怪しいよね、こんなとこにポツンってあったらさ。お、おじいちゃん何してんの。いいもの、大事なものはどこに行っても変わらない、確かにね、いつまでたっても変わらないものがある、そうあってほしいの。そうやな、ポケモン像見たよ、あの像囲んで、あー、いいなー、なんかありそう、ありそう、ああいう像囲んで祭りとかな、屋台とかしてな、いいなー。祭りとかもう何年行ってないんやろ、来たー祭り、祭りのかき氷とか焼きそば食べたいわ。よし、チャリアのおじいちゃんにお礼を、なんかお礼もらうって分かってて行くのなんかちょっと嫌やな。まあいいわ、行くか。おじいちゃんさっきはありがとな、よかったよ助けれて。いやとんでもないです、もう。いやー、私こそありがとうございます。チャリくれるんでしょ？
いやーありがとうな、自転車くれるってやばいな。あ、ここのチャリじゃないんかい、外にあるやつ。大丈夫、綺麗。好きな色を選んでほしい、そんなんあんの。あ、じゃあ比べさせてよ、比べさせて。何色がいいやろ。赤かな、青かな。いや、ちょ、見れるんなら全部見させて。何色がいいやろ。黄色はないな。黄色はないな。まあ、好きな色は人それぞれですからね。赤だな、赤だわ。待って、ちょ青ももう一回見させて。ごめん、うわ悩むな。青がちょっと暗い感じの青で、 こっちの青好きだな。服が赤だからさ、服とヘルメットが赤ってなると、服とヘルメットが赤じゃなかったら赤一択だったんだけど、全部赤っていうのがさ、 なんかさ、ちょっとダサくない？ほら、服とヘルメット、チャリだけで見たら赤なんやけど、服とヘルメットのこと考えたら青やわ。青でいきます。まるでゼニガメの姿が映し出された凛々しい青を選ぶなんて、おい、そのセリフ全部聞きたい、全部聞きたいな。ゼニガメ人影不思議だね、ピカチュウか。マニュアルを読んじゃうよ、おじいちゃんテンション高いな、その見た目で読んじゃうよ。なるほど、 B ボタンでスピードが変わるんか。チャリの乗り方と降り方を教えてくれへんかった。おすすめ登録みたいなのできるんかな。できるな、登録。何これ、プラスボタンで飛び出せる。わ、すごい、ほんまや。すごい、おお、3速と4速、いやでもずっと4速でいい、全然コントロールできる、全然コントロールできるから4速でいいよ俺。ちょっと確かに速い、ちょっと確かに速い。次は、そう、次どこ行けばいいの。次どこ行けばいいの。タウンマップ、サイクリングロードを取って南へ行こう。すごい、見たら分かるやん。右は、右は行けへんの今。なんか南へ行こう言われたらさ、右痛くならへん、分かる、分かるやろ。こっちに行くなって言われたら行きたくなんねん俺。なんか行けれへん理由があるんかな。バックで虫除けスプレーを使って、あ、怪力がいるんだこれ、絶対怪力だ、だからだ。なるほどね、だから多分次のジムは格闘とかなんじゃない？なんかそんな気せえへん？ヨスガシティ、ちょっと次のジムマッチ見ようよ。ほら、なんか属性の色的にさ、あの女の子の見た目的にも格闘っぽいよね。で、それ手に入れて、ここだ。次こっち行くんだ。多分そういうことだ。おじさん、こっち向くな！よし。危な！あいつ分かってんな。よーし、じゃ南やな。スプレーの子が切れるの早ー、虫除けスプレー。ちょ、足りへんな。短すぎるわ。南な。あ、新しいスプレー売ってないかなってか。シルバー。ちょっとね、虫除けスプレーじゃ足りないっす、お姉さん。ちょっといいやつ仕入れてない？いいやつ。仕入れてない？全然仕入れてない。ちょ、足りませんわ、これじゃ。ちょ、大量買いしとこう。まとめ買い。まとめ買い割りないかな？虫除けスプレープレミアムみたいなもらえませんか？まとめ買いで。白帯の森でひどい目にあった。穴抜きの、そうやな、穴抜きの暇おじいさん。持っとった方がいいよ、絶対。俺も持ってるもん。よし、行こう。この家も気になるな。ちょっとチャリ乗ったけど、この家気になるわ、やっぱ。なんもいいへん。空き家？ここ住む？ちょ、ここで、光と二人でここ暮らそうかな。ここ空いてるやん。空き家やん。家売ってないの？お前、誰？やっぱり探検してたら違うだけ最高よね。うん、違うのと冒険最高やからな。
誰お前久しぶりって誰、うん、誰って言ってますね。そうよう分かったな。光の、あ、お父さん、お父さん久しぶりです。お父さん、どう35匹素晴らしい、ブラボー、ほんまよかった。いや不思議な飴は別にいいな。レベル99のポケモンに使うのが一番効率いいってやつよな。あーらしいね。俺はちょっと交換なんてしないですけど。ギアチェンジをうまく使いこなせばどんな道もいける。まあギアチェンジしないといけへんからそれを覚えとけよっていうことなんやろね。よし行くぜ。あ、ここチャリじゃないといけへんの。おお、もう勝手に先頭になる、だるすぎる。止まれへんのかここ、下り坂か。やってやるぜ。かっこいい、めっちゃイケメン。友道イケメンすぎません？許さへんお前。あ、ポニータいいな、ポニータかっこいいな、欲しいな。何気にポニータかっこいい。だがゴーカザルとなタイプが被るからお前はダメや。あれやね、この友道くんとかやったらさ、ポニータやからさ、ジムリーダー一発で突破できそうよね。もう炎タイプのポケモン持ってる人やったらさ、あのジム誰でも簡単よな、正直。間違いなく。どのトレーナーでも突破できるやんな。もう、いやいや、だるいもん。端っこ歩いた方がいいな。これ端っこ歩くか。いやいや、もう、めんどくさいな。ちょっと胸開きすぎ、胸開きすぎ、エロいエロい。今結構下まで見えてたぞ。はい、さよなら。俺には光がいるんだよ、お姉さん。お色気なんて俺には通用しねえんだ。かなえ、じゃあな。転んじゃった。てへじゃねえよ、お前。可愛くねえんだよ。光の方が100倍可愛いわ。ということで、端っこ走りましょう。端っこを走れば先頭にならない気がする。もう、これ確定じゃねえ？嫌なんだけど。あー！ピカチュウ！おい、待って、ピカチュウだけちゃんと声優を用意するな。ピカチュウだけめちゃめちゃちゃんと声優がやってる。面白すぎるだろ、それ。優遇されすぎないよ、ピカチュウ。ピカチュウって普通にもう言ってましたやん。だが一発。ピカピカーって。やかましいわ。それやったらさ、ルカリオもさ、ちゃんと声優にやってほしいよね。ルカリオ声優がやってくれたらいいのにな。どうなんやろ。ピカチュウだけちょっと優遇されすぎないよ、ポケモンは。まあ、ピカチュウめっちゃ好きなんですけどね、僕、はい。今日も T シャツピカチュウですから、僕、実はこの中。実は今もピカチュウ着てますからね。お前何してんの？こんなとこで。そんなあなたにはこのシールをどうぞ。え、めっちゃ嬉しい。スカイシール B、スーパーコンテスト賞、集めたシールでボールをカスタマイズ、めっちゃ楽しみ。え、待って、スーパーコンテスト賞、めっちゃ楽しみなんだけど。まあ、その前に、スカイシール、スカイシール。どれやろ、スカイシール B って。これか。風がそばを吹き抜ける。V0 似合うんじゃない？再生。いいね、潮風みたいでかっこいいじゃん。V0 このボールでいいやん。これいいな。行きましょう。お、なんか木の実ある、新しい木の実や。何これ、ズリの実。もらっとこう。さあ、こっから南に行けば進展するのでしょうか。マップを見せてもらおう。ん？最近に通って南へ行こう。あ、もう来たけど。あ、イベントがあるんか。光！よかった、純かと思った。光でよかった。調子めっちゃいいよ。バッチリと全然の間。めちゃくちゃ面白い日本語使うな。それな、普通って言うねんで。なに？なに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 ？両方！右かな？なるほど、バトルサーチャーね、じゃないね。なにバトルサーチャーって。あ、何度も戦えるやつか。なんかあった気がする。何回もやろうと気がする。両方くれるんかい。ダウンジングマシンは見えない道具を探せます。へー、なるほど。もう行くの？ご飯一緒に行こうよ、ご飯。光早いね、あいついつも。どうやってやるん？あ、これか。なんかあるやん。なんかありますけど。
1、2、3。このマスになんかある。元気のかけら、こういう風に使うってことか。試しにやってみたけど、なるほどね。すごく使いづらいね。使いづらくない？正直 DS とかやったらさ、タッチしながらいけるけど、これタッチしながらいけらへんもんね。バトルサーチャーは？あれ、バトルサーチャーポケチじゃない？もしかして。これはね、強い強いっていうか、これいる。これは絶対いる。必須アイテムやと思うわ。よし、行こう。目的は次のヨスガシティ？ヨスガシティ、この右の方で合ってるのかな。あ、合ってんな。オッケー、次の街目指すか。はい、ということで、まあ光からね、バトルサーチャーとダウンジングマシーンかなもらって、まあ、銀河団をチャリの店員さん助けてね、自転車もらって、ちょっとキリがいいんで今日はここで終了にさせていただきたいと思います。この自転車使ってね、ヨスガシティ行けるそうなんで、ちょっとヨスガシティ行って、次回は次のジムリーダー倒せれたらいいなと思っております。まあ、ジム倒す以外にも他にもいろいろイベントがあったらいいなと思います。ちょっといろんなことやりたいんでね。で、なんかさっきもね、コンテストみたいなのやってるって言ってたよね。ちょっとコンテストの詳細だけちょっとごめんなさい、締めの最中に申し訳ないんですが、コンテストちょっと待って、今思い出して気になったな。そう、ヨスガシティスーパーコンテストって言ってもらってるのか。だから次の街ではコンテストできるみたいやから、それもめちゃくちゃ楽しみ。コンテスト出たいと思います。フジ君、次回コンテストに出る、お楽しみに。はい、ということで最後にご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よかったらお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。他の動画を見てね。